さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。おやびんです。いやー、およびんコメント来たね。暑いね。もう春だからね。暑いよ。ごめん、話聞いた。で、はい、コメント来たね。来たね。当たり負けしてるよって。ぐー、若干自分でもちょっとね。うん、いいね。およびん、当たり負けって具体的に説明できますか？それね、よう聞くんやけど、いまいちなんか自分の中で理解しきれてない。これね、捉え方がいろいろあると思うんだけど、当たって負けてる。そう、当たって負けてる。要は本来であれば、インパクトした後加速していくのがポイントじゃない？そう。要はインパクト後に失速してるっていうのを当たり負けと。どう？そう。だって実際さ、あ、当たり負けしたっていうのは打ってる本人しか分かんないじゃん。でも見てて当たり負けしてるなって思う時っていうのは、多分その失速具合が大きかった感じじゃないかなと思うんですよ。はい、ということで今日は当たり負けしないためにどんな意識を持つのかという内容でやっていこうと思います。わかりました。はい、じゃあね、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。まずはどうぞ、普通に打ってください。普通に、はい、ね、しっかりとね、先週やった姿勢を作って、まあ、まあ意識して力を入れたからね。負けないようにって思ってた。そう、負けないようにインパクトを強くした。負けないで、ガードね、別に、で、当たり負けしないようにインパクトを強くするっていう考え方、これは正しい考え方なんですけど、インパクトを強くするためにえいって力を入れるのは間違いなのよ。今思いっきりえいってやったよね。インパクトで力が伝わるように体をどう動かしていくのかっていうのがポイントです。はい、ということで水田さん、クラブをこう背中にしょってカメラの方に向いて構えてください。で、前傾します。はい、じゃあバックスイングしてください。バックスイングするとこんだけ体回るわけですよね。ってことは左右対称で考えるので、反対側も一気にせーのぐるんって行かなきゃいけないわけじゃない。その時に足も動いてくるよね、当然。あ、そうやったね。せーのぐるん、そう、この動きをやった時、初めてボールを押した状態で加速するっていう動きができるんですよ。そうです。これね、一番僕がいつも不思議に思ってること、ちょっとクラブして、はい、今日はこう前傾してますよね。はいはい、この状態からこういくのが正解、左右対称の動き、なのにこうしてこうするのね。あー、止まった感じ。そう、なんか肩を開かないように、体開かないようにが強くなりすぎて、で結局なんか肩止めて腰回そうとして起き上がってへそが出てみたいなさ、めっちゃある、あるよね。で、実際この肩を一気にぐるんって回してきた時の動きって、ちょっとクラブ触れないからこういう形だけど、ここから一気にキュッていくわけじゃん。インパクト一瞬だよね。確かにインパクト加速していくじゃん。そうだよね。そう、まあもちろん当然ね、この後っていうのはこういって腕が曲がってクラブが上に上がっていくっていう動作に入っていくんだけど、これが要は当たり負けしない、あフォロースルーでスピードを出す動きっていう話になってくると思うんだけど。確かに。はい、じゃあちょっとね、水野さん意識してやってみましょうか。今いっぱいいっちゃったけど、要は体を一気にこの動きのこれ、そうです。やってみよう。 OK、 しっかり前傾して、そう、ちょっと引っかかっちゃったけどね。今日はね、本当に前傾姿勢浅いねっていうところから話が始まったんですね。力を抜いて、OK、めっちゃいい球いくじゃん。これが正しい当たり負けしてない状態なんです
そう、そうです。ちなみにそのコメント来た動画ってマッスルバックを使ってどうたらこうたらっていう動画だったの。ははははマッスルバックって芯が今使ってるクラブよりも上にあるから、うん、打ち込まないと当たり負けするんですよ。あ、打ち込むってことは余計に失速するから、うん、余計にそういう風に見えちゃう。むずいもんマッスル。ただ正直ね、はい、当たり負けする人が使うクラブじゃないよって思うんじゃなくて、当たり負けしないスイング作りのためにマッスルバックを使ったっていう風に考えてほしい。そうやね、そう、うん、練習用、練習用ですよね、うん、そういう風に考えていただけるとありがたいです、はい、ということで本日は当たり負けについてやっていきました。当たり負けこれね、気になる人は気になるし、うん、当たり負けしてるんだよねって自分で意識してる人っていうのは余計にそこが目についちゃう、うん、だからぜひね、そういったのが気になる方、今日やった意識を持って練習していただけるといいんじゃないかと思います。はい、ということで、うん、本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。